はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、今日はね、実は病院の日やったんですよ。で、もう行って帰ってきて撮っております。本来ならばその病院のね、休憩室で動画を撮りたかったんですけども、ちょっと人が多くてちょっと撮れる状態じゃなかったんでね、帰ってまいりました。ね、白血病細胞はね、正常値のまま保っております。いや、良かったです。これまだ増えとったらね、えらいことなんでね。あと、その免疫力の話なんですけどね、免疫力の数値ってあるんですって。なんか3つぐらいあるんですけども、以前免疫の、細胞、免疫細胞の強度を測る数値っていうのがあってお話しさせてもらったと思うんですけども、今回は免疫力そのものの数、まあ、数値ですね、それがね、まあ、普通の人、病気してない人の数値ともう一緒ぐらいまで回復しておりました。いや、素晴らしい、ありがとうございます。なので、まあ、先生は、まあ、そろそろ仕事復帰、ね、してもいいんちゃうかなっていうふうに言ってくれたんですけども、いやでもね、こんなことも言ってましたね。まだでもその急にフルタイムで働くんじゃなくて、まあ、週3回とか、まあ、時短とかで、ね、自分の体、体力的なものもあるし、美容師だからやっぱ肌荒れのこととかもあるんでね、そういうのを 薬剤使うんでね、そういうのと相談しながら、自分の体と相談しながら、あとね、社長さんと相談しながら、よく話し合ってやっていてくれたらいいと思いますよって言われたんです。でもその僕骨髄移植したんで、やっぱ GVHD 拒絶反応がまだやっぱあるわけですよ。でそれでやっぱりね、免疫抑制剤はまだちょっと飲み続けなあかんのです。でそれもあるんで、いくら免疫力が普通の人と一緒くらい回復したって言っても、まだね、感染症にはかかりやすいっていう風な体になるんで、しっかり手洗いうがいして、マスクは必ずして、仕事はしてもいいですよっていう風には言われました。まあね、いろんな人と直接ね会うんでね、いろんなものもらうかもしれないんで、予防策はちゃんとしてねって言われました。でもまあちゃんとね、そうやって先生の許しが降りたんで嬉しいです。そこまで回復してるってことなんでね。あとね、そのさらに言いますと、実は薬、抗菌薬、抗菌してくれる薬がね、1種類減ったんですよ。今まで2種類飲んでたんですけど、1種類に減りまして、でそういうのも、まあ、関係してくるなっていうのも先生は心配してるんです。だから完全にこう、ね、薬も何もかも飲まなくなって完全回復してからのか、それはもちろんいいんですけども、やっぱりね、なかなかそこまで行くには時間がかかるんで、まあ、できることから始めていきなさいと言われました。いやー、もうすごい嬉しいですね。今日はすごい嬉しいお知らせでした。と言いたいところなんですけども、実はね、まあコレステロールの話です。血糖値とかっていうのを前回ね、お話ししたんですけども、まあ、血糖値は前回よりも下がってて、一応正常化してます。でも正常化してるんですけども、上限の値の数値が出てるんで、まあ、実際は上がり気味なんで要注意ですよって言われました。ほんでね、さらにね、コレステロール、中性脂肪、悪玉コレステロールもまだ高いと、この3つがまだ高いよと言われましたんで、まあね、しっかり、食生活気にしてやっていってくださいと言われました。ねえ、ほんまに大好きな菓子パンをやめたこの約1ヶ月間、あの我慢は何やったんやっていう感じですよ。ねえ、ほんまにがっかり、がっかり。
ね、嬉しい話のままね、終わりとね、お開きにしたかったんですけども、こんな悲しい話で締めなあかんっていうね、頑張ります。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。